さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ささげくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。ですね、3月から4月の頭にかけて、ちょっと化石発掘には、3月の11、12と、4月の1日と2日、この2つの週末しかちょっと行けてなかったわけなんですけれども、その中でも、2連続で本来年一でしか出ないような、ちょっとね、綺麗な化石が出たんで、軽く紹介してみたいなと思うんですけれども、まだ3月11、12で、出てきたのは3月11になるんですけれども、こちらですね、アンモナイトのゴードリセラスですね、ここに2023年3月3.11と、刻印がありますけれども、3月11日土曜日に出たもので、でここに、アンモナイトが出てますよね、なかなか綺麗な状態で、出ておりますけれども、残念ながらこうへそのところはね、どうしてもこう潰れがちなんで、こう平たく潰れちゃってることが多いんですけれども、この割と綺麗に表も裏もこう出てるなという感じですね、で、これはどの辺から出てきたかっていうと、土塔の中腹にこうかなりオーバーハング、こう下側がこう大きく削られて、上がこうひさしのように出っ張ってるような状態のところがあったんですけど、その中ほどでこの貝がいっぱい集まってるこう密集層があったんですね。でどうもなんか気になったんで、そこをこう掘ってみたところ、これが出てきたわけなんですけれど、で、こちら側がちょっとねこう茶色で、こちら側がこうグレーになってますけど、本来ですとね、こうどっちも同じこうグレーの石のはずなんですけど、こちらが茶色になってるのは、この灰色の岩の層にこう地下水がこう染み込んで、でその地下水の酸化作用によってこの石がこう茶色っぽく変色してるってわけなんですね。でちょうどこれが、茶色と、このクレーンのところの境界に入ってまして、去年の11月に採れたこちら、このメソプトシアと、同じようにこうグレーの層と茶色の層の、ほぼ境界にこう入ってたところで、でこちらはですね、ここら辺がちょっとなくなっちゃったんですけども、これは割と綺麗に形が残ってて、こう本来ですね、こう地層の重みでこうぐしゃって潰れてしまっていることが多いんですけど、これは割と、厚みが綺麗に残っている化石になりますね。で続いてがこちらです。メソプドシアですね。こちらはアンモナイトなんですけれども、4月の1日にこれは出てきたものですね。でこれは、4月の1日にですね、露頭の、整備が行われまして、みんなで喜んだ。高いところにあってちょっと不安定に張り付いていたこう岩を、落としたんですけれども、その時にですね、落ちてきた岩の中から発見したものですね。これアンモナイト。アンモナイト？すごい。でかっ。お、また出た。ね、メソかもしれない。すごいですね、もう。おお。取るの大変ですね、これでも。
そうなんですよ。マーク全部くり抜くんで。でこの化石はこれを外しますと、はい、こういうふうに、綺麗な目型も残ってまして、まあ、ちょっとねこっち側に皮がこう剥がれちゃってこっちはちょっと黒っぽくなってるんですけど、まあこうね、綺麗な状態で残ってたんで割といい標本なのかなと思いますね、これね、はい、でこのところどころ太くなってるフレアドリブも見えますし、これ外してこっち側は、はい、おへそもちゃんと出てます。まあやっぱり作れちゃって平らになってますけど、まあ一応ね、へそも出てます。はい。で、まあ最近はですね、こう無理やり岩から、まあ母岩からこう化石を外そうとしないで、一部こう母岩を残す形で作って、こういうふうにですね、名前入れたりして、まあ飾って楽しめるようにするのがちょっとね、マイブームなんですけれども。で、まあ3月、4月になって、こう暖かくなることによって、まあちょっとね、雨が降ることも多くなってきて、ちょっとね、化石の発掘が中止になっちゃうっていうことも、徐々に出始めてきてるんですけれども、まあこのさっき4月、5月、まあゴールデンウィークにかけて、またね、ちょっと雨の、天気が予想されてしてますんで、ちょっとね、化石の発掘に影響しちゃうかなと思うんですけど、またですね、ゴールデンウィークとか、多分、連続で発掘できる日があるんじゃないかと思うんですけど、またね、その時はね、参加して、またね、いい化石どんどん探していきたいなと思ってます。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストから、よろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。